アゾの駅は、高知県高知市あざみの中町にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D44。五面駅から乗り入れる土佐黒潮鉄道五面、那覇線の列車も停車する。普通列車の朝の上り一本は当駅を通過する。かつては、ホーム一本の交換可能駅で、国鉄時代から JR 初期にかけては、ホームは一両分しかなく。 普通列車でも通過していたが、やがてホームのかさ上げと4両分への延長が施され、ほとんどの普通列車が停車するようになった。その後 JR 高知駅降下事業に伴い、高知運転所が布下駅へ移転したことに伴い、車両基地と高知駅間の回送列車が増えるため、元の位置より東方向へ移動し交換設備を備えた相対式ホーム2面2線を持つ、 市場駅となった。駅舎はなく、直接ホームに入る形となる。入り口は2番ホーム側にのみあり、1番ホームへは、古線橋を渡る必要がある。ただ1番ホームの高地よりにも、入り口を作れる構造になってはいる。また、入り口付近の小屋の中に、自動券売機があり、近距離の乗車券を発売している。また、駅前には駐輪スペースもある。トイレは設置されていない。 線路から見て、南側が1番線、北側が2番線となっている。2番線側を本線とした一線スルーの駅で、ホームによる行き先の区別はない。原則として2番乗り場が使用されており、1番乗り場は対向列車がある場合に使用する。駅入り口から出てすぐ北側が道路となっている。周囲は住宅が多い。土差で、運交通のあざみやバス停がすぐ近くにある。 バスの本数も比較的多い。2006年3月24日には JR 四国バスのバスターミナル高知インター南バスターミナルが駅南側の県道沿いに完成した。このターミナルは JR 四国バス専用で JR バスと他の民営バス会社との共同運行路線など停車しない路線があるので注意。ありがとうございます。